富士通富士通モバイルコミュニケーションズ東芝製のスマートフォンレグザォーンイズ 11t レグザォーンイズ 11t は富士通東芝モバイルコミュニケーションズによって日本国内向きに開発された au ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話のイズシリーズの一つで CDMHX ウィンタイオーストレート型スマートフォンである製造型版は TSI11 レグザフォーンの名前の付くスマートフォンの第2弾として発表された。2016年8月現在、au 向けのアンドロイドスマートフォン及びレグザフォーンシリーズとしてはクワーティ配列キーボードを搭載している唯一の機種である。レグザフォーンシリーズの第1弾として発表された t-01c 及び i s レイヨンイズ fv に搭載されていたモバイルレグザエンジンが進化し、 バージョンが3.0から4.0に上がった。CPU は当初、クアルコムスナップドラゴン S に MSM8655 を使用する予定だったが、公式発表の直前に MSM8655T に変更された。いずれ A4 同様、専用ホームアプリである NXUI が搭載されている。本機種が東芝ブランドでの最後の機種となった。 t-01d と t-02d は、レグザフォーンではあるが、富士通本体製のアローズシリーズであり、富士通ブランドで販売している。2016年8月現在、本機種を最後に、日本国内では、クワーティ、ハードキー搭載スマートフォンは出ていない。バッテリーパックは、いずれ04と同じ、TSI-04UA を使用。以下は、 アプリのインストール用のショートカットが用意されている。アプリケーションの管理にて、ショートカットを削除することが可能。PC 向け Web ブ,ブラウザが標準装備されており、フラッシュコンテンツもフル表示可能。携帯向けサイトは、他のスマートフォンや PC と同じく閲覧不可。ありがとうございます。